はい、今回もね、コメントの方をちょっと一つ取り上げていこうかと思います。私ね、与党議員さんといろいろとお話をして、で、私の欲しかった回答が得られなかったものも当然あるんですよ。で、それをね、放送したらこういうふうに言われてます。結局言い負かされただけだろうと。ね、ですから、私みたいな、その討論の、下手な人をね、やるんじゃなくて、上手な人がやった方がいいんですよ、これは。言いまかされない人がね、やった方がいいんですよ。だから私が政治やってる分には、まあ限界があるわけですよ。しかもその限界っていうのはあっという間に来るんですよね。だから例えばこの、マー君レオンさんとか、こういうふうに言われてますから、ぜひね、こういう人がね、自分で動いて、自分で言いまかされないようにやってもらいたいと思うんですよ。で、私がせっかくね、こういうことやっても、こういうふうな接種をつけるんだったら、もう、やらなくなるかもしれないんですよ。まあ私はそんな影響を受けないんですけども、こういう図を見たらどうですかね、皆さんね。自分でも、議員さんになって何か要求伝えてみようかな、というふうに思った方が、あ、結局やったところで、同じ国民がこんな風に、ね、足引っ張ってくるんだと思ったら、やらなくなるんですよね。で、足の引っ張り合いが完成。引っ張り合いっていうか、引っ張られるだけみたいなね。こちらから、このマーク・レオンさんのことを、一回も拒否してたことないんですけども、まあ、こういうこと言われるわけですよ。だから、ね、国民の皆さんも、動きたくなくなっちゃうんですよね。何かやったらこうやって、手術してて、なんか、暴言を振るってくる人がいますからね。で、私は全然気づけないんですけども、ただ、大半の人はね、これ言われただけで、これ書かれただけでもう嫌になっちゃうんですよ。だから、そういうところを捉えて、誰に向かってね、手術をつけるべきなのかっていうことは、まあ、それぞれね、考えていただければいいんじゃないかなと思いますね。私はね、だからね、こういうふうに言われても何とも思わないんですけども、あ、だったら、あなたの方が上手なんだから、あんたやってよ、みたいに思うぐらいなんですけども。まあ、結局ね、何かをやろうとする人って、こういう人はね、石を投げられるんですよ。これどう思いますかね？この今の、この世の中というか、現状というか。これじゃ言いたいことを言う人って、ますます減りますよね。まあ、だからどうしますってことなんですよね。で、私は、気にせずどんどんやりますけども、皆さんは多分、この書き込みを、ね、見ただけで、もう自分でもやろうと思った人はやる気なくなるんじゃないかなと思うんですよね。そういうふうに皆さんお感じでしょう。期待ください。